短めの肩でもゴム1本でこんなに可愛くなります。どうも皆さんこんにちは、渡辺です。今日はですね、短い肩でもおしゃれに決まるゴム1本で作る低めお団子アレンジを紹介していきます。ポイントはたった2つ。まず1つ目はお団子をする際に小さく作る、2つ目はスタイリング剤をしっかりとつける。これだけで誰でもおしゃれに決まります。では早速やっていきます。まず、ね、今日お人形さんでやっていきます。最初に何をするにもそうなんですけど、ブラッシングから始めていきます。ブラッシングをやる時の、ポイントなんですけど、まず毛先の方からしっかりと溶かす。こうすることによって髪の毛のね、面が綺麗に整って、引っかかりだったりとかも結構防止できるの で、そうするとね、切れ毛がなくなったりとかね、髪の毛が綺麗に見えますので、まずはブラッシングをしっかりとやっていく。で、徐々に毛先から中間、表面の部分に向かって溶かしていく。こういう風にやっていくと綺麗になります。今回の対象の方の長さは、だいたい肩ライン、肩上だったりとか肩下、このぐらいの長さの方向けに作っていきます。これが第一のポイント、スタイリング剤をしっかりとつける。今回はヘアバームを使っていきます。では早速取っていきます。だいたい小指の爪1個分ぐらいの量を取ってしっかりとなじませていきます。手のひら全体になじませて、こんな感じになじませれば OK です。で、つけていくんですけど、まずね、つけるところは毛先、この辺の部分をね、一箇所にまとめてつける。次は表面の部分で、個人的に一番大事なのは、このやっぱお団子だったりとかね、まとめるときにこの辺のライン、まあ、サイドからこの後ろの部分、襟足の部分、この辺にしっかりとついてると、すごくね、ツヤが出たりとかね、形が綺麗に見えますので、ここを次にしっかりとつける。ある程度全体的についたら、中の部分をね、少しめくって1箇所、2箇所、3箇所ぐらいに分けて、中にもしっかりとつけていく。で、つけたら、大体こう、毛羽立ちが出てる方だったりとかは、その毛羽立ちがしっかりと落ち着いてくれますので、そのぐらいまでついてれば OK です。で、一番最初につけた毛先、ここも、一番最初につけて、で、最後までつけ終わった後、結構乾燥してる場合もあるので、もう一度最後にしっかりとなじませる。これがポイントになります。スタイリング剤をつけたら、もう一度溶かしていきます。こうすることによって、スタイリング剤が髪の毛に均等についてくれます。次にまとめていきます。全体の髪の毛を手ぐしで後ろ向きにしっかりと溶かしていきます。で、髪の毛全体をだいたい耳のラインの少し下あたりぐらいでまとめていきます。で、全体に手ぐしで溶かしたんですけど、やっぱりね、ここの表面の部分、分け目でね、パッカリと分かれやすい方も結構いらっしゃるかなと思いますので、しっかりとね、表面も分け目を隠すように手ぐしで溶かしてください。次に髪の毛の毛束を引き出していきます。普段だったらね、こうゴムを結んでから引き出したりとかするんですけど、このね、手で持った状態で引き出す時にそんなに力を入れなくて簡単に引き出せます。なので、今回はそういう風にやっていきます。まずね、表面のこの辺りの部分を引き出していくんですけど、だいたい毛束は1センチ束で引き出していきます。で、指2本分ぐらい横に開けて引き出す。また指2本分ぐらい開けて引き出す。こんな感じで少しずつ間隔を開けて引き出していきます。次にゴムで結んでいきます。まずは1回結んで2周で、3周目にお団子にしていきます。で、このお団子にした時に、なるべくこのお団子を小さくしていきます。これを結構ね、お団子部分を大きくして結んでしまうと、細かい毛が結構出てきがちで、バランスが悪くなってしまいます。で、小さくすることによって後ほど調節が可能になりますので、一番最初は小さめにやるようにしてください。じゃあ次にお団子の向きを変えていきますね。今若干この下向きにお団子のね、丸みがなってるんですけど、それを90度までいかないぐらい、ちょっとね、角度を変えます。こんな感じで次にこのお団子部分を引き出していきます。で、角度をね、上に持ってきて、このお団子を広げていくんですけど、左側と右側の毛束を取っ
って、まあ一番上っ面の部分ですね。この辺の部分の髪の毛を両サイドに引っ張ります。ゴムの部分がこう両サイドに引っ張ることによって少し隠れてくれます。こうなるのがポイントです。表面の部分を引き出したら、その下の部分も同じように両サイドに引っ張る。だいたい3箇所ですね。1、2、3箇所引き出して形を整えていけば、こんな感じで完成です。はい、ということで、こんな感じで短めの方のゴム1本でできるヘアアレンジを紹介させていただきました。今回のポイント、まず2つ、お伝えしたんですけど、まず1つ目っていうのはお団子部分をまず小さくする。これがまず1つ目のポイントです。小さくすることによって細かい毛羽立ちがなくせます。大きく一番最初にお団子をすることによって細かい毛羽立ちが結構ね出てきてしまって、形が綺麗に見えづらくなってきます。でまずは小さめに作ってから、徐々に後から調節をしていく。これが一つ目のポイントになります。二つ目のポイントはスタイリング剤をしっかりとつける。スタイリング剤をしっかりとつけることによって細かい毛羽立ちが出てきてもまとまった感じで毛羽立ちが出てきてくれるので、ツヤっぽくなったりとか、あとは綺麗な髪質に見えます。特にね、くせ毛の方だったりとか毛先が乾燥する方に関しては、このスタイリング剤をつけるっていうのがかなりポイントになってきます。あとよくね、髪の毛の量を減らす方もそうなんですけど、だいたいね減らしすぎている方ってこの中間あたりが結構ね細かい毛羽立ちが出てくる方もいらっしゃいますので、しっかりとねその辺の部分をスタイリング剤をつけるとかなり髪の毛も綺麗になるからおすすめになります。なので短めの方、ぜひご参考になさってください。この動画が良かったらグッドボタンと、あとチャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。